福田亮は日本のレーシングドライバー。福岡県福岡市出身。沖学園高等学校卒業。日本人の父とハーフであるアメリカ人の母の次男として生まれる。1991年にカートレースデビュー。1996年に単身フランスに渡り、フランスの石油会社であるエルフの主催するレーシングスクールエルフラ・ラフィリエールに入学。以後フランスを拠点に。 レース活動を行う。1999年にはフランス F3 にステップアップ。2000年には5月7日の第4戦マニクールでポールトゥインを達成。海外 F3 では1991年のイギリス F3 の野田秀樹2二人目、フランス F3 では史上初となる日本人ウィナーであった。シーズン中盤までランキングトップに立つが、 所属チームの体制混乱に巻き込まれ、シーズン途中でチームの移籍を余儀なくされたことが影響し、チャンピオンを逃す。3年目となる2001年に日本人初のシリーズチャンピオンを獲得。この年は、イギリス F3 で佐藤拓馬、ドイツ F3 で金石都志がそれぞれシリーズチャンピオンを獲得しており、ヨーロッパの主要 F3 選手権のうちイタリアを除く3つで、 日本人がチャンピオンを獲得したことが話題を呼んだ。2001年末には BA ・ R ホンダとテストドライバー契約を結ぶ。しかし、ドライバーとして順調だったのもここまで。BA ・ R との契約直後に福田をテストドライバーに採用したチームマネージャーのクレーグ・ポロックがチームを解雇され、福田はチームにおける後ろ盾を失ってしまう。そのため2002年シーズンは、 序盤以降テストでも F1 マシンをドライブする機会がほとんど与えられず、福田はチームのプロモーション活動に参加するだけであった。2003年には日本に帰国して、フォーミュラ日本にチーム5次元より参戦するが、第5戦を終了したところで突然参戦休止に追い込まれてしまう。同年ルマン24時間レースに近藤正彦率いる近藤レーシングから出場し、13位。 感想。2004年にはワールドシリーズ Y、日産の開幕戦に出場するが、第2戦以降は欠場。ルマン24時間レースでは、前年に引き続きコンドーレーシングから出場するが、マシントラブルでリタイアに終わる。この不遇の2年間を、福田は自身の HP でレースをやめようとさえ思ったと実感している。2005年にはフォーミュラルの 3.5F 参戦し、 本格的なレース参戦を再開。同年より始まった2005から2 0 0 6 a グランプリにも日本チームとして初戦のイギリス戦に参戦した。2006年はフォーミュラルの3.5に参戦した。しかし2007年以降はドライバーとしての活動を行っておらず、公式サイトも閉鎖されるなど、事実上、レーシングドライバーとしては引退した形となった。 2008年に結婚、子供の誕生により一時育児に専念する。一部メディアでは、板前に転職したとの情報も流れたが、2010年に、レーシングドライバーのマネジメント業を中心に、レースの現場に復帰。2012年には、野田秀樹が、栃木県モテ町に開校する、野田レーシングアカデミー高等学院の講師に、就任した。2014年5月には、 オートポリスにて、同年のスーパー GT 第3戦と閉催で行われた GT アジアシリーズに参戦し、8年ぶりにレースに復帰、シリーズフル参戦する。ありがとうございます。